ついてるっていうのはまたどういう、そうですね、一応このキャスターがついてる作品は大体キャスパーっていう作品なんですけど、キャスパーとキャスターをもじってネーミングしてるんですけど、キャスパーってキャスパー、お化けのキャスパーで、キャスパーっていないかもしれないし、あるかないか分かんないでしょ。なんでそういうなんか存在感が曖昧なものが好きなので、ちょっと透けたりあるかないか分かんない感じで、まあ、直感でいいなと思ってキャスパーってもちろんつけてるのもあるんですけど、あのキャスパーって足はあるけど飛んだり消えたりし歩かなかったり、あまり足は意味なかったりするじゃないですか。だからタイヤはつけてるんだけど、タイヤとしては機能しなくて、ただ丸がついていて、ま、曲がらないので、無駄なものがついてるのがちょっと好きなので。なるほど。じゃあ機能はしないけど形として、そうですね、名残でこういろいろ丸がここら辺とかもあるんですけど、なんで最近ちょっと外れたりちょっと遠くにあったりもするんですけど、まあ、大体丸はじゃあ足そうです、足的な感じイメージがあって、そういう丸に。そうですね。なるほど、面白いですね。あ、なるほど。なんでいつもはついてない時もあるんだけど、これもパスカラスのバンバンを裏に入っているので、なんか他のものしか見えると窓は三角を覗き、こう固定、はい、なんかそれを通して、このこういう付けたこう素材とかを通して、はい、よくの奥行き的なものを切り取るような、はい、映り込む現象を見てきないのが大変なんですけど、足回すっていうか、キャスターを作ってるので、結構またそのイメージが、もちろんその向こう側が見えるとかももちろん意識してるんですけど、あのなんかこう自分のフェチズムですよね、こだわりっていうか、やっぱきっかけになったし、あとやっぱついてると私が安心するっていうのもあって、ない方がいいなと思う時もあるんですけど、なるべくつける。たまに取れたり違う材質だったりとか、いろいろ展開してるので、もの作っていく。でも確かにそういうこう機能、常に何かに機能してるわけではなく、なんか必要に駆られてつけたくなる形とか、まあその動きだったりって、私は結構絵を描いてる人が多いんですけど、なるほど、今も聞いてて、なるほどなのでちょっと、あと日本人って結構文字るの好きじゃないですか、うん、に踏んだりとか、そういうのでキャスパーとキャスターってちょっと似てるしと思って、まあ、最初に使い出したの。あとその透け感が、あの大化けで見たことないですけど、なんかいるかないか分かんない感じとかいいなと思って。確かに見えないものってさ、自分の中でお化けもじゃあどんな形だって言われると、そうですね、ぼんやりするところ、はいはい、でも足がついているかも、羽がついているかもとか、そうですね、なんか精霊とかいろんな言い方があるじゃないですか、はいはい、でもやっぱりそこほど結構あのそれぞれイメージやっぱ違いますよね、はい、なるほど、そういう意味でこの足が、足、はい、ついてるってこういうのそうなんですね。全然なんか足がつくだけで見え方が、そうですね、チェックだけでも違うですね、はい、なんか足をつけ、うん、足っていうか、まあ、さっきも話したんだけど、なんか地山というイメージもあって、つけたくなる感じ。なんかフレームが強くなりそうなところに、これが入ってたけど、結構やっぱり捉え方が変わった、はい、なんかフレームは結構言われるんですけど、私はあんまり気にしていなくて、やっぱ枠が、まあ、四角とか好きだし別にいいかなとか、あのなんか枠は結構言われるんですけど、別に、でも私もなんか枠はあまり言うか的な、はい、気にならないかな。自然のなんか過去の作品とか見てるとつながりますね、一応、あのそうですね結構古いものを混ぜちゃってるから、いや、なんか分かりやすかったです。この辺はちょっと下書きとかなんですけど、いや、でもすごい分かります。これのキャ、これポスカなんですけど、これをキャンバスにいっぱいバーってポスカで描いてイメージしたものをインスタレーションし、インスタレーションとか作品として、これは大学3年の時の、これが結構きっかけになって、ね、あのナイロンチュールって言うんですけど、このメッシュをすごい使うようになって、こういう場所だたらフレームをあれ使うんですか、こういう時、こういうなんか点数が必要になって、またこういうのが存在してくる、はい、
最初に見た時も絶対使いたいと思って、あフレームの方、いやあのメッシュですね、もうあのあアクリルがナイロンなのでほつれないし、あのカットしてもですね、で濡れてもまあプラスチックなので、なんかちょっと透け感が綺麗ですね。そうですね、あの色がたくさんあるので、あと厚みとかもあるし、あのいろんな色とこう絵の具のようにこうなんか CM っていうかこう混ぜるようなイメージもすごいなと思って、